あなたの希望金額と投資形態を教えてください四百万円で投資でお願いしますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ失礼します今宵も一人の志願者が 己の野望を胸に捕らえと挑むではまずご経歴をどうぞはい林達夫27歳東京都から来ました最初学歴は東京海洋大学現在は7月末でサラリーマン退職しまして開業の準備をしております今日はよろしくお願いします、えー、では次にあなたの希望金額と投資形態を教えてください400万円で投資でお願いしますではあなたの思い描く未来の姿は 地元の伝統工芸品、だるまを世界に発信する大衆居酒屋を作りたいです。では、オールオーナーン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザァンドでは、もう少し、えー、今日までの経歴を聞かせてください。はい。えっと、私は群馬県の高崎市で、高校まで生まれ育ちまして、その後は東京の東京海洋大学に進学しました。 えと大学在学中は4年間飲食店のアルバイトに没頭して大学3年生の頃にはもう将来飲食店を自分でオープンしたいなと思い,思いながらアルバイトに没頭しておりましたなんですけれども大学4年生いざ就活の時期になるとやはり飲食業はブラックだとか飲食以外の仕事に一度ついて本当に何がやりたいのか判断したらいいんじゃないかっていう意見に私は流されまして船舶関係の専門商社にあの勤めましたで船舶関係の専門商社に勤めて3年ぐらい経った時に まあじ、じゃあ実際私は何をしたいんだって再度考え直したんですけれども、やはり私は自分の飲食店を持ちたい、飲食店をオープンしたいっていう夢がちょっと捨てきれずに、その夢を叶える方向にあのシフトして専門商社を3年間で退職しました。で、退職後は UAE のアブダビという都市にあるズマというレストランに転職をして、同系列のズマのアメリカのボストン店、オーストリアのキッズビュール店などで経験を積みました。 で、経験を積んでいる中、去年の春から夏にかけて、コロナが、あの、急速に、えっ、ー、と、広がりまして、あの、私の勤めたズマというレストランも、テイクアウトのみの営業になるということで、従業員が大幅に削減ということで、私も上司から、無給でコロナが落ち着くまで日本に帰国してほしいという、あの、通達を受けまして、日本に帰国しました。で、帰国してからは、えっ、ー、と、以前勤めてた海運関係の仕事の知り合いの会社で、 居酒屋開業の準備をしながら1年間ほど働いて今、飲食店開業に向かって準備を進めているという段階です、えっと、さっき、えっと、だるま居酒屋っておっしゃってたんですけど、はいまあ、だるま居酒屋を世界に発信する大衆居酒屋を作りたいとおっしゃってますけどそのだるま居酒屋の,その内容について詳しく教えていただきたいのと、はいまあ、どのようにこう発信していくかなんかもわかりました。はい ダルマ居酒屋に関しては、まあ、地元の群馬県高崎市の食材であったり、まあ、伝統のまあ料理だったりっていうのを使った大衆居酒屋をやりたいなと思っておりまして、で、ダルマをどのように発信していくかといいますと、12センチほどの小さいダルマを400個ほど壁一面に並べて、まあ、写真映えするような内装だったり、あとダルマのお皿を使ったりですね、あとクラフトビール、ダルマのオリジナルクラフトビールとかを製作して、それをメインのビールとして扱っていくような感じで、いろんな飲食に絡めた 飲食にだるまを絡めて、大衆酒場で発信することで、まあ、将来、このコロナが収まった頃のインバウンドもあの含めて、いろんな方にだるまをあの発信できればなと思い、そんな居酒屋を思い描いておりますすありがとうございます東京海洋大学からの居酒屋、はいいすすごいですね学習塾業界のトラ、政党後継者、株式会社、エイバー代表、林直宏、年商100億。 日本初授業をしない塾武田塾の表情数は全国300校を突破フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める国公立ですもんねそうですねはい、はいっねちゃんと就職して、はい、やっぱり居酒屋だなと思ったんですねはいどうしてもなかなか面白いキャリアですよね <laughs> ありがとうございます このズマってお店は結構高級レストランなんですかね。そうですね、はい、だいぶ高級店だと思います。ドバイのやつは和食系の高級店なんですかね。これは。はい、そうです。ってことですよね。はい。ここで学んだことを何かこう活かしたいみたいな感じがあるんですか。そのダルマ居酒屋に。そうですね。あのダルマやっぱり世界に発信する居酒屋を作りたいと今思っておりまして。 もともと海外で何かを発信できるような居酒屋をまず国内で開きたいと思ってたんですねなのであの海外の人がどういう接客を好むのかとかどういう料理があの好まれるのかっていうのを、まあ、知りたくて海外の売れ,ている売れてそうな飲食店に当時は転職をしましたうーんあじゃあ世界を見てるんですね最初からそうそんな大きいものじゃないかもしれないですけどそうですねいずれは海外にもお店を出店したいなと思って でした今同棲で転職するのであれば最初から海外の居酒屋に転職しようということで転職をしましたなるほどどどこでオープンされようとしてるんでしたっけ、えっと、東京の神田で神田はいーオープンしますこれは政策金融公庫さんからの資金がちょっと遅れそうだからあのこちらにいらしたということなんですかそうです あの、実は物件をずっと探していたんですけれども、いい物件があればすぐにでもということで私は探していて、本来このタイガーファンディングに来るときは、まだ物件を探している段階で来る予定だったんですけど、急遽本当にここだったらいけそうだっていう物件が神田で見つかりまして、実は7月の29日にあの物件を契約しました。なんですけど、コーコさんにまだそういう、あの、お話をしに行ったっていう段階で、申し込みとかもしていなかったので、申し込みは8月の1日に、8月7月の31日にして、今、 来ていいるという段階ですで融資が降りるのがおそらく9月の初めか8月の末っていうところでそれまでにいろいろと前払いで払わなくてはいけない資金とかがあるので今日はその金額とかを虎の,の方々から出資いただけたらスムーズに10月オープンに向かって進めるなと思い今日は参加しますまあどっちのお金を先に使うかの順番が今ご、はい、っちゃになったってことなごっちゃってるかそうです、はいうかひっくり返ってるってことねはい、はい、すみません、はい、けど落ちちゃったらどうしましょう だるまを世界に発信する居酒屋を作りたい。先に物件を契約し、資金確保を進めていると話す志願者。その前のめりの姿勢は、虎たちの目にどう映っているのか。えっと、内装とかのそのかける費用とかを抑えれば、この400万円あれば、なんとかお店をオープンできるのかなと思っていて、であと、 その運転資金の100万円200万円に関しては、まあ、親戚などに頭を下げてお金を借りてとりあえずはお店はできるのかなと思っておりますじゃあ最悪なくても行けるっていうことですかそのせ世耕金庫さんの融資がなくてもここでもし400万円いただければ店自体はオープン10月にオープンしようとしてるんですけどオープンはできるかなと考えてますここで集まらなかったらどうしてます 集まらなかったらまあ瀬崎に行子さん頼みにまず一つなりますでそのほかにも他の地方の銀行さんだったりとかいろんなところにとりあえず、まあ、申し込みをしてちょそれが正しいのか分からないんですけど何とかして資金調達をしてお店をオープンしようと物件申し込んじゃったんですよねもう物件ははい入金はいつですかもう入金してもう住んでます8月1日から帰ってます<ー>すごいですねしびれますね <laughs> 排水の陣というかなんというか すごいねだってえだってねウエイウエまあつまり800万足りなくなっちゃうかもしれないわけじゃないですかね四、はい、400400まだ分からない資金が必要なっていうことですよねそうですで片方なくてもどうかなるけど両方なくなっちゃうかもしれないわけですねあそうですはあでも契約したと。 契約はしましまた、はい、すごいねそんな私はあのそうですね私はこ,この内装だったらっていうふうに思いましてそうですね私の直感がそうですねいい物件だと思いました一応パッと見たら4択ぐらいで30席ぐらいが入る席なんですねです、はい、実はちょっとあれでしょし親戚にあてがあったりするんでしょ いやえと100万円200万円ぐらいだったら <laughs> まあ正直貸してくれるだろうなと思ってますなんですけど日本政策金融高校さんも<う>あの400万円申し込んでるわけではなくて<う>まあ多く1000万円で今申し込みだけはしているんですでいろんな方にご相談をして、まあ、その全額は無理かもしれないけど、まあ、全部なしってなることはないと思いますよというふうには言われていてそこで少し安心している部分もありますなるほどはい ほうあるけどね結構ご,ごめんね、はい、全額ダメなことあるってこと最近厳しいっすよあ,あ,あそうなんです、ねうん、あるあるあのコロナ関連の方になんか奪われちゃって、うん、はい、うん、あの武田塾でもですね、はい、あの新規の方が日本政策金融公庫を使って、はい、あの加盟されることが多いんですけど、はい、最近バシバシ落とされてますね。 本当ですかそうなんですよ、ごめんなさいね、そして <laughs> いや、それは今聞いたことなんで、そうなった時はもう全力であの資金調達に走りたいと思います、もう、はあ、もう借りてしまっているので、もう、はい、全力で動きます、勢いある、すみません、ありがとうございます、なんかこの体が先に動いちゃう感じ、嫌いじゃないですけどね、僕は。<laughs> 嫌いじゃないですけど、果たしてそういう方にお金を預けて大丈夫なのかっていう気もするし、こういいよし悪しですよね、はい、今こ、れこれから話す印象で決まりますね。はい、分かりりまました頑張ります すごい行動力がいいってなるか、いや、この人ちょっと、ねだから、何も考えずに大規模投資とかしちゃうんじゃないかっていうことだって考えちゃいますよね。投資する側とすれば。はい、確かに、おっしゃる通りだと思います。そして、なんで、だるまで世界で勝負できると思ったかってとこを詳しく聞きたいですね。えっと、だるまがすごい いいものか、いいものかっていうのは、その、アマゾンとかで売れてるかって言われたらそんなに売れてないっていうのが正直なところで。で、なぜ私がダルマかっていうのは、そのコロナで帰国した時に、地元の群馬県高崎市で、あの、隔離生活も含め1ヶ月ぐらい実家で生活していて、友人とかと話していると、ダルマが衰退してってる。どんどんダルマ屋さんは縮小してって数も減ってってるって話を私は聞いて、で私はもう小学校の頃から毎年ダルマを買って、で、節目の受験の時とか背中に目標とか書いて願掛けして、 あのだるまを部屋に飾ってそのだるま今でも私部屋に飾ってるぐらいだるまがすごい好きで,でその衰退っていうのがすごい私の中で悲しくて実際にあのだるま屋さんにあの10社ぐらい訪問したんですけど、まあ、売り上げは減少しているっていうだるま屋さんがほとんどでじゃあ私が飲食店をやりたいって言うんだったらやりたいのでやりたいその飲食店とだるまを何か掛け合わせて、まあ、だるま産業にも貢献できないかっていうのが 意見でですなんでだるまがマーケットとしてすごい優れてるかって言われたら優れてないと思ってますなんですけど私がただだるまが好きでだるまだったらまあ頑張れると思ったんでだるまというものを選びました、うん、なるほどじゃあもう全然食いつかれない可能性もあるけどだるまで行くぞっていうことですねそうです、うん、なるほどそうかやっぱり高崎だとだるま違います いやあると思います。ですよね。はい。本場ですもんね。はい。え本本場ですよね。本場です本場です。日本の8%のシェアは。そうですね。はい。高崎です。うだねこうこういってるものに乗っかろうってやつじゃなくてこう衰退していくものでこう取り入れていくわけですよね。まあはい。なんかコンセプトあった方がいいと思うんですけどね。まあね。はい。上社長いかがですか。そうですね。まあなんか。 こう東京とか,、まあ、なんかその専門性が高い志願者から令和の虎へとなり上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表上隼と家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成 YouTube チャンネル開設などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない牛タン界の独眼流が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む まあなんかその専門性が高い業種っていうかそういうお店っていうのはすごい魅力的な例えばまあ青森料理専門店とか、はい、あ仙台料理専門店あ仙台の仙台まあ仙台青森料理専門店とかちょっと行ってみたいですよね。ね。でもその群馬料理って群馬料理高崎群馬料理、はい、どんなのがあるんですかちょっと,言ょっと群ま料理っていうのは <laughs> そのパッと出てくるようなもの正直がないんですけど例えば日本三大うどんの一つって言われている水沢うどんっていうのが群馬のものだったり。あの まあ群馬の人だったら全員知ってる焼きまんじゅうっていう、まあ、デザートのようなものだったりスイーツのようなものだったり焼きうそういうのがポチポチとあってそこら辺をあと B 級グルメとかを取り入れながら太田の,あの大田焼きそばとかそういうものを取り入れながらあと食材は野菜とかが豊富にありますのでそういったものを使って全体のボリュームで言ったら3割4割ぐらいを群馬の食材で群馬のグルメっていうのを扱った大衆酒場をやろうと。コンセプトを群馬にして、はい 京野菜じゃないですけどそれに代わるこう群馬の野菜みたいな加賀、はいうん、野菜みたいなそういうのをコンセプトにしてまあやるみたいなそうです <laughs> はい分かりましたま飲食店とだるまを掛け合わせた斬新なビジネスその可能性を探り続ける志願者男のだるま愛は虎の心を動かせるのか次回怒涛の中盤戦が幕を開ける だるまが取ってつけた感が、ごめんね、はい、あのやっぱりあって。